バーテン脱身のグラス。いやー、こういうドラマをお酒と絡めて話すのが最高にしっぽりしてて気持ちがいいね。約束したのに行けなかったって展開は定番だけど、やっぱりその後悔ってのがじんわりと視聴者側にまで染み渡るのがとてつもなく好き。そしてそれをお酒で癒す展開もめっちゃいい。やっぱり素晴らしいアニメです。以上、バーテンダーのお話でした。